刊誌久住信次さん。大正12年16歳で長野機関区に勤務して以来、ここに39年2ヶ月、一度の事故も起こさず、今年定年を迎えました。今日も思い出を乗せた機関車は、国鉄最大の難所、追分の勾配をあえぎながら登っていきます。この長野機関区には、1000分の25という急勾配が至る所にあり、機関車が空回りすることもしばしばありました。険しい坂の途中にあるおバス停駅、短い停車時間にも点検に余念がありません。運転台から眺める美しい信濃路の風景も、久住さんにとっては厳しかった見習い時代の思い出につながっています。このカムリギトンネルも、若い久住女子が梅煙と熱気にむせびながら夢中で石炭を投げ込み奮闘を続けたところでした。こうして久住さんは一生無事故をモットーに、ひたすら鉄路に生きてきました。夜、睡魔と戦いながら安らかな乗客の眠りを乗せて走り続けます。列車ダイヤのわずかな合間を縫って、不規則な勤務で疲れた体を仮眠によって休めます。積雪の多いこの地方では、降り積もる雪が視界を遮り、しばしば定時運転を難しくしました。こうして長い風雪に耐えて、久住さんは今若い乗務員の指導に当たっています。だが、その生涯の友でもあった蒸気機関車も、電車やディーゼルカーに席を譲り、やがてその姿を消そうとしています。久住さんもまた蒸気とともに今国鉄を去ろうとしています。激しい昭和の移り変わりに人々の哀歓を乗せて、この40年を無事故で通した偉大なる平凡の人、久住信次さん、本当に長い間ご苦労様でした。